オラ、こんにちは。アカメアマガエルのアンドレスです。今日は僕が日直を担当します。9月になりましたね。秋はコオロギが旬みたいなのですごく楽しみにしていました。さて皆さん、今日はどんなことがありましたか？今日はアトアのスタッフがとっても素敵な水色のブラウスを着て出勤してきたんです。しかもそのスタッフ、袖のところに同じ水色の洗濯バサミをつけていて、なんだかとっても可愛かったので僕褒めたんです。おはようございます。水色のブラウスと袖についている洗濯バサミが可愛いですねって。そしたらそのスタッフ、袖についている洗濯バサミを見て顔を真っ赤にして慌て始めたんです。なんと昨日の晩に洗濯物を干すときに余ってしまった洗濯バサミを袖につけて、今日そのお洋服を着てそのままアトアに出勤しちゃったみたいなんです。それは恥ずかしい。教えてくれてありがとうとは言ってくれたのですが、ファッションだと思って大きな声で言ってしまったことに僕ちょっとだけ反省しました。もしアトアにご来場くださったお客様の中にお洋服に洗濯バサミがついていたら、僕今度はこっそり教えてあげようと思います。ミスをこっそり教える優しいジェントルマンを目指します。ということで、今日の日直はアカメアマガエルのアンドレスが担当しました。さあ、今日皆さんにご紹介するのは誕生日。明日9月7日は我らのアイドルティアラさんのお誕生日です。アトアに来られる方がいたらぜひお祝いしてあげてください。僕もずっと食べずに大切にしておいたコオロギをあげるんだ。喜んでもらえるかな。それでは皆さん、明日もいい一日になりますように。またねー。